2022年12月25日西東京教会クリスマス礼拝。聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書第1章1節から5節。賛美歌は260です。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。試練主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ皆を称えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、こうしてクリスマスを祝う主の日に、その恵みに預かることを許されておりますことを感謝いたします。今主をお使わしくださったあなたの御心を感謝し、本当に主が来てくださらなければ、あなたと共に生きることのできなかった私たちであることをあなたの御前に言い表しながら、主の恵みを共に喜ぶことができますように、あなたがこの礼拝にも御霊を注いでくださり、あなたの御言葉を聞かせてくださり、
あなたを信じる信仰を私もに与えてくださいますように。このクリスマスの礼拝を世界中の教会が捧げていることを思います。日本の仲間たちの教会を覚えても、大雪の中で教会にたどり着くことに苦労しながら、みんなが集まっている教会があります。さまざまな困難に直面しながら、牧師もいない中であなたを礼拝し続けている教会もたくさんあります。一つ一つの教会をあなたが祝福してくださると同時に、共に恵みを分け合いながら、証しし合いながら、あなたの与えてくださった道を御国に向かって歩いていくことができるようにしてください。世界に目を向ければ、今も戦いの中にある地域の教会があります。さまざまな圧迫の中で礼拝を守り続けている教会もあります。どうかそれぞれの重荷を負いながら、共にあなたを賛美することができますように。私どものこの国の歩みもあなたが憐れみを持って導いてください。今日はこの町の選挙が行われますが、小さな町の小さな選挙というだけではなく、そこでもあなたの御心が行われるようにと願います。人間の傲慢さや自らの力を振ろうとする愚かさというのではなくて、まことの力を持っておられることはあなたであることを信じながら、謙遜に与えられている道を尋ね求める歩みをすることができますように。私の愛するこの国がどうか過ちを繰り返さず、平和に貢献することができるような国であり続けることができるようにしてください。政治に責任を負う者たち、さまざまな場面で責任を委ねられている人たちに、その責任を担う賜物をあなたが与えてください。クリスマスの祝いをこのようにして仲間たちと持つことができますことを心から感謝いたします。今悩み苦しむ者、家族を天に送り悲しみの中にある者、一人一人をあなたが共にいて慰めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書第一章一節から五節までです。新約聖書新共同訳聖書で163ページになります。新約聖書163ページ、ヨハネによる福音書第一章一節から五節までをお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。いつもこの礼拝では、礼拝堂に小さなお子さんがおられてもおられなくても、子供への説教を語ります。礼拝はインターネットで配信をされているんですけれども、配信を通してこの教会で行われているピアノ教室に通っている生徒さんが聞いてくださっている可能性もあります。そんなこともあって、毎週まず大人への説教の前に
子供への説教をしています。まずは子供の人も大人の人もクリスマスおめでとうございます。クリスマスの嬉しいなという思いがみんなに与えられるようにと思います。クリスマスは嬉しい時です。クリスマスプレゼントをもらえるかもしれません。クリスマスの美味しいケーキを食べることができるかもしれません。家族でクリスマスのお祝いをする人もあるかもしれません。楽しいことです。でもクリスマスが嬉しいなと思うとても大事なことは、あ、イエス様がクリスマスに生まれてくださった、だからこれから私は何があっても安心だ、そう思うことができるようにクリスマスの日になったんです。さっき読んだ聖書の中で光は暗闇の中で輝いているという言葉がありました。みんなはもしかすると今も毎日過ごしながら、ああ悲しいな、寂しいな、自分で自分のことが嫌だな、いろんな気持ちを持つことがあるかもしれません。なんだか心の中が暗くなるな、自分が暗い中にポツンっているのかな、そんなふうに思うことが今あるかもしれません。今はそんなこと思わない、お父さんお母さんも私のこと大事にしてくれるし、友達もいい友達たくさんいるし、そう今感じていただければ、それはすっごく幸せないいことだと思います。でもこれからだん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 成長していくと、ああなんだか暗いな、そう思うことが起こってくることがあります。でもどんなに暗くて自分でも自分が嫌だなと思っちゃうときにも、神様がイエス様を与えてくださって、私は絶対にあなたのことを愛することもやめないし、守って支えて導くこともやめないよ、あなたはお父さんお母さんの子供でもあるかもしれないけど、私も大事な子供なんだから、そう告げてくださったんです。だからクリスマスっていうのは、これから私にどんなことがあっても暗い中でポツンってなっちゃうことはなくて、そこにいつでもイエス様という光がちゃんと差しているんだ、そして自分は神様に愛されている子供なんだということをいつでも覚えていることができるんだ。忘れているとイエス様が、神様はあなたのことを愛しているんだよ、私だって私の命を投げ出すあなたのことを愛しているよ、そう告げ直してくださる。クリスマス、プレゼントの嬉しさ、ケーキの嬉しさ、イエス様が来てくださって神様に愛されていることの嬉しさ、それがみんなの嬉しさになるように、そう思います。お祈りをします。父なる神様、神様がイエス様を私たちのところに送ってくださって、いつでもどんな時でも私のことを、私たちのことをあなたの子供としてくださり、愛していてくださることを信じます。だからどんな時にも光が全然ないということはないと信じます。そんな風にしてイエス様が光として来てくださったクリスマスをみんなで喜ぶことができます。このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。この教会の礼拝では
ヨハネによる福音書をずっと順番に少しずつ少しずつ礼拝の言葉として聞いています。その意味は今19章の十字架の出来事に差し掛かっているんですけれども、今日はクリスマスということで、そのヨハネによる福音書の最初に戻りまして、このヨハネによる福音書が誠に豊かな言葉でクリスマスを告げ知らせていてくれる言葉に耳を傾けたいと思います。ヨハネによる福音書の一章の一節以下というのはとてもよく知られている言葉ですが、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったものが言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いて暗闇は光を理解しなかった、そう告げる。この福音書は御子主イエスキリストがそのお生まれになる前、神と共にあり神と等しい方であって、そして全てのものが作られるときにこの御子イエスキリストという方によってこの方の存在を土台にするようにして全てのものが作られた、そう告げています。そして御子の中には誠に命がある、この御子は人間を照らす誠の光である、その光がクリスマスの日に暗闇の中に来てくださった、輝いてくださった、輝き始めてくださった、そのようにクリスマスの出来事を言い表しているんです。クリスマスのシーズン、街にはクリスマスの音楽が流れ、美しい飾り付けがなされ、クリスマスというシーズンはきらびやかな季節と言っていいかもしれません。しかし私どもはそのようなクリスマスの季節に闇を見るのです。主イエスキリストがお生まれになってくださった時に影一つない光の中に主イエスキリストがお生まれになったというよりも本当に深い闇の中、その時にうっかりすると目を凝らさなければ見えないほどの光として、しかし誠に力に満ちた光として主イエスキリストが生まれてくださった。他の福音書が告げるように人々でごった返す町の片隅の宿屋、しかもその馬小屋の中で生まれた赤ちゃん、その赤ちゃんに一体誰が気づき誰が目を留めたであろうかと、神様に導かれた本当にわずかな人々だけがこの御子の降誕に気づいたんです。そこには深い闇があったと言ってよいと思います。そしては今私どもが置かれている闇についても思い巡らすのです。すぐに思います。私たちの世界は一旦始まってしまった戦争を止めることができない、それだけではなくて一旦起こった戦争にも世界中で動揺している、私どものこの国でもいつ私どもの国もこういう目に遭うかわからない、防衛費を増やさなければ攻撃してくる可能性がある基地は攻撃できるようにしなくちゃ、バタバタしながら対策を取らなければと言っています。しかしそこにも闇がある、他の国に対する不安、不信、そのようなものに動かされながら自分たちの知恵と力で何とかできると考え込む、
私たちの周りに本当にさまざまな闇があります。ニュースを見ていても暗淡たる気持ちになります。子どもたちを守るべき幼稚園保育園で教師たちが子どもをいじめて痛めつける、学校では子ども同士あるいは先生から子どもが暴力を受ける、それもう訳のわからない意味です。そんな特別なことでなくても私もそれぞれ老いを知り、病を知り、死を知り、ある時には親しいものを亡くし、自分の中でさまざまな思い患いに捉えられて深く沈み込む。逆に自分は何でもできる、自分の力で自分の道を切り開くことができる、そう思って神様の声に耳を傾けず、神様に対して心を閉ざす闇もあります。一見順調に生きているように見えながら、光に包まれて生きているように見えながら、まことの神に対しては心を閉ざして、そのような意味で闇に捉えられて生きることもあります。そのは気づかされるのです。まことの光である方と私との関係がちゃんと正しくならないと、自分も見えない、自分の歩いていく道も見えない、それこそ真っ暗闇の中で結局は自分のことも愛せず周りの人とも生きられない。じゃあ自分で反省して誠の神様のところに戻ればいいじゃないかって言っても自分では戻れない。どうやって戻っていいかわからない。父なる神様のところに戻る、どうやったらいいんでしょう。礼拝に行ってすいませんでした、神様のところに戻りたいんです、そういえば戻れるのか。私は正直に言って自分がすいませんと何度謝ってもその謝る言葉の中に嘘というか、謝っても謝っても直せない、そういう弱さということを認めざるを得ません。神様、こんなに悔い改めましたからあなたのところに帰れますよねなどと言えないと思います。そのような自分では神様のところに戻り、神様に愛されているものとしての関係を取り戻すということができない、そのできないで闇の中にとどまり、自分自身が闇のようになってしまうしかないような私どもを愛して救うために、死なる神様が御子イエス・キリストを私どものところに命の光として使わせてくださった。そしてこの福音書を告げるんです。暗闇は光を理解しなかった。でこの訳にも意味があると思います。やっぱり私の以前の役、闇は光に打ち勝たなかった、闇は光に勝たなかったという役も大事な意味を持っているように思います。ある人が、若い人たちが闇は光に勝たなかった、例えばキリスト教神の学校でこういうふうに言われても、そんなことという反応が増えていると思います。闇は光に打ち勝たなかった、いや実際に自分の周りを見ていても闇がいろんなところで勝ってるじゃないか。人間は病気になり苦しみながら死ぬ、闇が光に勝たないなんて全然ない、争いは世界中で起こっている、
日本の政治も良くならない、経済的にも良くならない、そしていろんな悪意が渦巻いて人の善意なんか飲み込まれてるんじゃないか、光なんてとっても弱くて闇の力の前では無力なのではない、そのように感じる若者が増えているという。それは若者だけではないかもしれません。普通に考えたらば、光が闇に負けちゃってるような出来事が山のようにあるんです。でもこのことはクリスマスに起こったんです。神様が誠の一人子を遣わしてくださって、私はこの御子を闇に勝つ光としてあなた方の中に輝かせる、そしてどれほど闇が強くて私たちについて自分はもう絶望的だ、この世界も絶望的だ、そう思うときに、いや違う、それはあなた方の勘違い、そうじゃなくて私はあなた方を愛し守り導き、どんな強い闇の力よりも強い力で私の恵みの中に守り導く、そのことを主にあって神様が告げ知らせてくださっているんです。この主イエスキリストはやがて十字架で死なれます。十字架の死というのは神様に呪われ見捨てられたものとしての死です。最も深い闇の中に下っていってくださった主イエスキリストです。しかしだからこそ主イエスキリストはあなた方がどれほど深い闇、神様から遠いところ、神様から見捨てられるような自分と思っても、そこに私は光を届けている、自分では神様のところに戻れない、でも私はあなたを神の子として取り戻し引き戻している、あなたはどれほど無力で、どれほど弱く、どれほど不信仰で、あなたは神の子、神の民、そのように主イエスキリストが告げてくださる。この恵みは主イエスキリストが私たち一人一人を選んで私たちの耳元であなたに告げるよっておっしゃってくださる恵みと違うんです。そうじゃなくて全ての人に向かって御子イエスキリストが高らかに宣言してくださることなんです。だから私もクリスマスの礼拝の時にこれを一人の恵みとして聞くんじゃなくて、礼拝の仲間たちを見回しながら、この人にあの人に、私たちみんなにこの恵みが与えられていることを喜んで感謝するんです。それだけじゃなくて教会にこの時に集まらない町にいる人、その人たちにもこの恵みが届けられている。主イエスキリストはあなたのためにも生まれてくださって十字架についてくださって、みんなのために生まれて十字架についてくださって、みんなが自分のところで神様に帰るのでも、みんなが神のためとして取り戻される、その恵みをみんなに先立って喜び感謝する、そしてみんなに少しでも届けたいと願いながらクリスマスを祝うんです。この主が来てくださったクリスマスの恵みの祝いを今こうして皆さんと共に味わうことが許されたことを感謝し、教会は全ての人にこの福音を届けていきたい、そのように祈りになります。お祈りをお願いします。父なる神様、本当に自分ではどうしようもないのです。あなたを信じようとしても信じることができず、悔い改めると言っても不十分です。結局は自分の不自由さの中にうずくまることしかできなくなります。自分を愛することも人を愛することもできなくなる。
闇の中に沈むことしかできなくなります。しかしそのような私ども、一番深い闇の中にもっと深いところ、御子主イエスキリストが沈み込むようにしてきてください。あなたの愛を届けてくださいました。主が共にいてくださるんです。主が共にいてくださるときに、どれほど深い闇と思うときにも、そこに光があることを信じます。あなたに愛されているものとして、さまざまな困難の中を歩み抜くことができます。クリスマスの恵みを分け合うことができますことを感謝します。みんなにこの恵みを届けることができます。あなたの御霊の導きに感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌260番を皆さんでご起立いただきまして賛美いたしましょう。
祝福。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。